やっぱ感じが違うというか、うん、7弦と比べるとやっぱサウンドがオープンですね。まあこれでもね、必殺な感じなんでね、あのこういう感じなんで、ここが素晴らしいですよね、これね。違いというのは、まあ僕のはここがシリーズパラレルのスイッチがついてますが、これはプッシュプルで、プッシュプルってプッシュプルですよねプッシュプルでできます、それが。あとはスイッチはまあ後ろについているという、ゲインのトリムがついております。これちょっと回してみましょうかね。まあ、一番下げた状態でも一応出るんです。この状態をまあ回していきますと、ここまで、この状態からここまで上げることができます。まあ暴力的なゲインが相当あのヘッドルームがでかいアンプじゃないと行かれてしまうぐらいなゲインまで出すことができます。これはなんか自分の持ってる機材とか、あと何でしょうかね、そういうまあライブハウスの状況とか、まあどんな DI を使ってるかとか、そういうものによってこう自分で合うように調整してもらいたいです。で、僕は基本的には割とこれを低めにセッティングしています。まあ、僕の印象なんですけど、その方がプリアンプの効きがスムーズというか、僕にとってベストな機器が得れるので、そういう風にしております。